こんにちは。八十四点一メガ比率エフエサルース八十八点九メガ比率エフエム品川エフディプレゼンツ備えるラジオ。番組パーソナリティの木村千代子です。この番組は日常生活の中で普段から気軽に取り組める災害などへの備えについて。肩肘張らずに語ろうという番組です。今日も横浜市青葉区にあります。いつこもスタジオタマプラザより生放送でお届けしております。さけいさは。 冷えましたね寒かったですね、えー、横浜でも朝の最低気温4度4分で今はまだ10度に届いていないです9度6分ということで、えー、今日は、まあ、これでも、まあ、この季節並みの、まあ、気温というところで今日は日中12度くらいまで上がる予想ですねただやっぱ先週との気温の差がすごく大きくなっていますので体調を崩しやすい ね、タイミングになります今週1週間、ね、寒い日が続く予想です詳しい天気予報はこの後番組後半でお届けしていきます さてこの番組は毎回テーマを設けてそのテーマに合わせていろんな話をしていきます。備えるラジオは FM サルースの YouTube ライブでも同時生配信中です。FM サルースのホームページトップ画面のところに表示もされていますのでぜひそちらもアクセスしてください。また FM サルースはスマホアプリの FM プラプラでも聞けます。この番組ももちろん生配信中です。ぜひアプリもインストールしてくださいね。 さらに JCBA サイマルラジオでも FM サルースをお聞きいただけるようになっていますインターネット経由でもぜひお聞きくださいメッセージの宛先は msg.fm-salus.jp でお待ちしていますこの番組は富士通電池でおなじみ FDK の提供でお送りしますえさて今日は スタジオにゲストをお招きしています卓色大学大学院地方政治行政研究科特任教授の浜口和久さんです 今日はどうもタマプラスまでまた来ていただきました。はい、よろしくお願いいたします。ますあの浜口さんは昨年の4月にね,ねご出演いただいて以来2回目の 2>, 2度目です。はいご <laughs> 出演ということで、はい、2度目とか3度目もあるんでしょうか。あ、まああの何度でも <laughs> <laughs> もうねでこの年のその本当にお忙しい中 <laughs>、はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ます浜口さんのご紹介を簡単にさせていただきます。はいはい、え特任教授を務められています学色大学にて防災教育研究センターのセンター 長を務めになっていますで。その他にも一般財団法人防災教育推進協会の常務理事事務局長そしてニューレジリエンスフォーラムの事務局長など、まあ、本当に多くの防災危機管理の啓蒙や啓発そして 防災教育にに関関するる多くの活動に関われているんですよね。で、今日はですね一般財団法人防災教育推進協会が提供されているこの防災検定というのがあるんですけどこちらのご紹介を中心に防災人材育成の備えをテーマにお届けしていきます。 さあ浜口先生、はい、まずねこの防災教育推進協会について教えていただきたいんですけれども、うんはい、どういう活動されている団体なんですかはいあの防災教育推進協会はですねもともとは,い、は2011年の東日本大震災ありましたけれども、はい、この時に多くの子どもたちが、うんまあ、津波等によって、うんまあ、犠牲になったということで、うん、まずは 子どもたちの防災教育をしっかりやっていこうということで始まる中で、うんえー、子どもたちを対象にした、まあ、ジュニア防災検定というですね、うん、検定を始めましたこれはどういう検定かというと、うん、ただ単に、えー、筆記試験をやるんじゃなくって、うん、まずは家族で話し合うレポートも課題にしましょうと、うん、それプラス、えー、防災に関する、うん 自由研究、はい、これも課題にしましまょうとうそれプラス一期試験、えー、でこの3つを総合的にまあ評価をして、えー、合否を出すと、うん、ただこの防災検定は落とすんじゃなくって全員通ってもらいたいと、はい、検定をきっかけとして、えー、防災意識の定着をしっかりと、うんうんうん 持ってもらいたいといたととうことでやってるのがジュニア防災検定で、はい、その延長線上の中でですね多くの大人の方から「うん、えジュニア防災検定って大人も受けれないの?」っていうような、うん、そういうご相談が結構ありましてさすがにジュニアがつく検定員、うん、大人が受けるのはちょっとどうかなということで、うん、まあ大人でも受験ができる防災検定というものですね、うん、まあ立ち上げてやっております。それプラスいろんな方たちの学 学校やあるいは幼稚園とかもそうなんですけどいろんな教育の現場にお邪魔したりとか、うん、あるいは企業の研修とかの中の出前事業なんかもです、ねはい、やらせてもらって、えー、今年で11年で目やっております<ー>、はい、もう11年になるんですか、はい へじゃあのまずはやっぱり立ち上げの時は、まあ、子どもたちの防災教育に向けてっていうところだったんですけど最近はもうそこからもう大人も巻き込んで,で、ね、あと高齢者もみんなもうどんな世代も皆さんがやっぱりこの防災意識を高めるための一つのきっかけとなる。 防災検定というところをまあ受けれるようになって、はいね、っていうところなんですね。ええ、はい、あとこの協会はまあどういった方々で構成されているんですか。はい、あの防災局推進協会のまあ一番トップでありますリーチオはですね。はい。 え皆さん方もお2年前にあった「日本の沈没」ってドラマご覧だったと思うんですがその部分の地震の部分の監修をしてます名古屋大学のお山岡孝春という先生がいまして、うん、あの政府の地震予知連の会長もしてもらってますがその方をトップとして、うん、え私も入ってるんですが通常防災の団体というと、うん、もう防災の専門家だけが集まってるっていうイメージが強いんですが。防災教育推進協会は あらゆる分野の人に集まってもらって、防災について考えていきましょうという,ような形でですね、活動しています。うん、ああ、はい、じゃあ、やっぱり、まあ、いろんな、ね、先生方。だけではなくて、はい。そうですね。もう。あの、マスコミの関係者も、いれば、普通の民間企業の方も、いれば、はいね。いろんなも、本当ですね、もう、か,っか,っか,っか、か、各界。うん。いうふうに集まってもらってですね、うん、あの、一つの、いろんな組織を作ってですね、はい、集まってますね。いこれからも、もっとじゃ、組織も大きくしていこうって、お考えなんですか。 そうですねもともとのスタートがさっきも言いましたように、はい、子どもたちの、まあ、防災教育からさスタートしてますから、うん、その子どもたちの防災教育を中心としながらやはり、うんえー、もっと拡大したいんですがそのため、やはりいろんな PR もしていかないと拡大していかないんです、はい、それは来年度はです、ね、いろんな形で発信していこうと思っています、ええ、あでじゃあ、この、ね、防災教育推進協会、うん がま提供される防災検定がままずまその一つであるっていうことなんですよね。でこの防災検定ま実はねあの私もね。 受験したんですよね,ね先日ううもうここへ来てねあの、はい、ねあの話してしまいますけれども、はいはい、でこの防災検定で、まあ、そのジュニア防災検定とあって、うん、先ほど、まあ、大人も受けれる防災検定の方で,、うん、で私が受けたのは「準2級」っていうのを受けました。はいね、でここのの防災検定っていうのはこれあの 一番下は五級なんですよね。で,ねはい、で、あの一番上は一級なんですよ。はい、で、順二級から一を、二級一級ですね。で、二級一級で順番に受けるということで、で、まずは順二級をチャレンジしました。はいはい、ね、で、これが結構やっぱ久しぶりにね、はい、あのそういうあの検定の勉強っていうのてすごい楽しかった。<laughs> <ー> <laughs> <laughs> <れ>で問題は「えー、と準日記」なので40問で,す、ね、で時間がまあ50分、はい、ということで割とねでもテンポよく答えていかないと答えられなくって、はい、ででかなり問題のねその防災兼ねのい、うん、あの。 範囲も幅広いので、はいうん、本当にこれ一通りやると本当に底底上げされますすよねねそうです、ねうん、基本的にその防災育推進協会で作ってる作文の内容というのはまあ幅広くオールラウンド的にねできる作文をしてますしあともっと言うと、うん、今回準2級受けてもらったんですが、はい、2>, 2級になりますともっと問題性が増えます。なぜ、うん、そ,その問題性が多いかというとう、はい 災害防災っていうのはその時の瞬間的に判断する力も必要ですからずっと悩んでたらしょうがないわけですそこでパッパッと答えてもらうっていう形があるので問題数を増やしていますさらに今年からは1級に関してはですね去年までは1級に最初から受験できたんですが今年からは2級に合格しないと1級の受験ができないというような形と出題の形式を1級に関して言うと小論文と面接というような 形に変わりまま、ね、結構ハードルが高くなってますねだから1級を目指そうと思うとまず2級を取らないといけないということで今回も腕試しで12級受けたんですけどまあ無の合格いただいたんですけれどもねそ,うそれでも結構天ぷをく応えていかないと時間なんか結構いっぱいだなっていう感想だったので次2級受ける時はもっと。 もっと早く受けていかないっていう、はい、受け入れていかないとっていうことなんですよねでも本当に幅広く、はい、普段私あ私救急救命とか、はい、そちらの方の、はい、あとあと感染症とか、はい、その辺りの,あの知識ってやっぱそこまで深くないんだなって自分がなか苦手分野っていうのがすごくよく分かりました、はいうん、知ってること知ってないことの確認にもなりますしいやこれは本当に受けてちょっとあの 思ってる以上に楽しかったです。<laughs> ありがとうございます。<laughs> そうそうそうでもこれ一級目指してね、ちょっと頑張りたいなと思ってます。ぜ <laughs>、はい、級一級と目指して順番にね、はい、そうですよね。この、はい、防災検定はもう広,広く誰でも受けれる。誰でも受けます。あの逆に、うん、あのお子さんたちでも、うん、ちょっとあの家族防災レポートとか、はい、自由研究はちょっと時間がないからじゃあ防災検定の方で五、えー、級を、はい、実は。 ジニア防災検定の初級中級上級ってありますが初級中級上級と防災検定の5級3級4級はですね、えー、5級4級3級は問題が同じなんですよ。ただあの子どもたちの場合は課題が3つあると、うんあね、大人の場合はまあそういう筆記試験だけって形でなってるんでどうしてもお子さんとかでもあそこ時間がない方でただなんとかその勉強してね、はい、え試験検定取りたいっていう人は場合によってはあの防災検定の 五九四九三九だけで受けることも可能ですね。なるほど。じゃ、あこの防災金というの詳細っていうのは、はい、まあさらに曲の後に伺っていきたいと思います。はいはい、で、今日はですね、浜口さんからのリクエスト曲があるということで。はいはい、あの曲紹介お願いしてもいいですか。はい、ザードの負けないでですね。 山口先生、はい、ええー、このザートの負けないでリクエストをいただいた理由を教えていただいてもいいですか。はい。はい。<の>はい、自分に対する出たが綺麗です。あ、<laughs> <laughs> ご自身に対してそうです。あのなぜかというと、今年はあの関東大震災100年っていう中で、はっきり申します、もう夏以降はですね、もう、うん、もうフル回転でした。はい、で、だいぶへたってきてるんで、うん、なんとか年末までやから、ね、でこの 最初にへたらないで、はい、乗り切りたい乗り切りたいなと思ったもんですからそうですね。あと2週間です <laughs> 今年もね。あと2週間負けないでということで、はい、<laughs> <laughs> さあ、えー、ご紹介した曲はザードで負けないででした。 えさて、引き続き、防災人材育成の備えについて、お届けしていきます。防災教育推進協会ですが、この検定と合わせて、の防災寺子屋っていう、防災出前授業もあるんですよね。これ、どういうところに授業行かれてるんですか?。はい、あの、防災寺子屋はですね、はい、いわゆる、まあ、学校ですね、ですから、もう。小中高、うん、場合に、大学まで行きます。うんうん、まあ、時々は、保育園、幼稚園とか、そういう、ほんの幼児。 基本は大体小中高時々大学というような形でいかせてもらってますね。大体学校って小学校だと45分授業なんで大体45分授業の中で、はい、いわゆるその、まあ、座学的なこともやりますしうん、うん、あるいはその中でワークショップですねうん、うん、例えば、えー、その新聞紙を使ってスリッパを作ったりとかあるいはそののアイマスクっていうアイマスクをして実際に停電した時に。うん 床にどういうろんなまあそういう動,くどう動く動くような形のそういうワークショップをやったりとかです、まあ、いろんな形でまあそれはオーダーメイドで学校の方からこれできますかあれできますかって問い合わせがありますからそれに対してうちとしてはオーダーメイドで作り込んでいって学校に行って子どもたちに対してですねあのやるっていう感じですね。 なぜかとというとやっぱり学校がですねの先生というのは、うん、教科は専門ですけど、うん、防災についてはやはりなかなか専門ないので、うん、そうするとまあ民間の人に来てもらって、うん、まあそれでまあ子どもたちに防災をやってもらうということがやっぱ多いと思うのでその中で私たちとしてはまあオーダーメイドで学校側の要望を聞きながらえ作,って作り込んでまあ学校に行ってまあ出前授業をやるという感じですね。うんじゃあその まあ基本でなるものはあったとしても、はい、やっぱりその学校に合わせて、そ,うねうん、その内容に応用、ねうん、ぶり合わせてということで、ええ、ねはい、じゃああので、確かにまあ小学校に行く場合と大学に行く場合では内容もやっぱね変わってますもんね,ますね、はい。ただあっきり言えるのは小学生は賢いです。<ー>あの大人が思っている以上に小学生はしっかり文言事考えてます。うん、なので決してね小学生は いや、うん、その物事を考えるっていうのはなんか多分年じゃないんでしょうね。うで,で意外と、うん、えこんなことを知らないだろうっていうことを知ってるんです子どたち。あと社会の世の中のことも意外とあちゃんと子どもたち知ってるんだなと思ってびっくりしますねだからこそこそのの防災のね。 知識っっってていうとこころもも取りり込んでらやぱれからの国を守ってもらう人材ですもんね小学生は体力的にはまだちょっとあれですけども中学生になってくると体力的にも頭的にも判断力もできてますからそういう中学生にしっかりと防災教育することによっていざ起こった時はかなりやっぱり地域の大切な防災上の災害上の戦力というか人材になるかなと思いますね。 やっぱりその医者という時のも人材にも何よりも小学生、ね、小学生中学生ですね。小学生中学生ということで、でちょっとあそれとあそ先ほどの防災検定のところもじゃやっぱりも子どもだけじゃなくて、はい、まあ子どもから大人にっていうことなので、でね、まあ家族で一緒に防災検定を通じてでで家でもあのそういう防災の話題をすることがきっかけだったりとかするんですよね。そから,からジュニア防災検定の、うん、あの家族防災レポートは。 まあ家族や親や兄弟とか友達と話し合ってレポートを作りますからうん、うん、なかなか親子でとか兄弟でですで、うん、そんな普段あんま話をしないとも今の家庭ってうん、うん、それが防災ということをキーワードにして家族や兄弟やあるいはまあ友達とまあ話し合うことによってまたここでね、うん、あのやっぱり一人だろうけどみんなで話し合えばいろんな知恵も出てきますから。そう,そ,うそ,うそうなんでですよなんかやっぱその一人で 考えてもやっぱり限界があってそ,、ねうん、そのいろんな人のねあの意見をこうね、うん、交わることで,で、ね、いろいろね新しいねあの気づきや発見や、ね、大人もそうじゃないですか、ね、会議とかでやってても。<laughs> 対面で話してると、いろいろ、ネタ、アイデア出てきますけど、うん、なかなか、オンラインでやってる、なかなか、アイデア出てこないです。こう対面で話してるとね。やっぱり、そういうね、あの、まあ、家族で話をする機会のきっかけにもなるということで、そ,でねうん、その。防災検定のテキストは、実はあるんですよね。はい、今日、あの、浜先生持ってていただいてるんですけど。これは一級、二級用のね。はい。 テキストです。公式的。公式テキストですか、ね。私もこれでね、はい、あの勉強しました。え、はいはい、でも、これで本当に総合的に、ぎゅっとね。はい、ね自然災害のこと、基本的なことから、ね、本当にその。あの人命救助のことから、そうそうあの防災。だけじゃなくって、ね、やっぱりこう。 守るっていうこと。そうです。まあうん、まあ、まさに自分の命は自分で守るために必要最低限の。うんうん、ことを知っておきましょう。ということの、うん、知っておくことによって行動もできますよね。っていうの、うん、言葉ある程度この一冊をしっかりやってもらえれば。うん、仮に防災系の受験しなくても、この一冊をですね、えー、読んでもらえれば、かなり。あの、自分の力になると思うんですね。いや、本当にそうなんですよ。うん、なので、まあ、検定を受けないっていう方でも。あの、どんな方でも。うん、あの。 ためになのでぜひ一回ね皆さんにね読んでいただきたいもう読むだけでもこんなにいろんな幅広い知識とこういうこと必要なんだっていう気づきがすごいたくさん詰まってる本なのでぜひこの本はあれですかねこで書店でも買えるんですが基本的にはうちの防災推進協会のホームページから申し込みができますのでそこに申し込んでだけば数日以内にあの 手元にとくようになっています。じゃあこの防災検定出前授業に興味ある方っていうのは、はいね、まあこちらの防災教育推進協会のホームページから問い合わせを、ねはい、していただければと思います。はい、さあマク先生、はい、この防災教育に積極的に取り組まれているこれはなぜなのか教えていただいてもいいですか。はい。まあ皆さん方もご承知の通り、日本は災害大国ですから、はい、その中で。 いざ災害が起こったときにすぐに行動できる人材をやっぱり作っておかないとこれは大変なことになるなという思いが強いものですからそういう中でやっぱりあのその自分の思いをですね多くの人たちに伝えながらえこういう災害に強い国づくりに自分も参画したいというふう思いの中でですねなじゃあ番組もね、はい、もうそろそろお時間になってきたんですけれどもあのメッセージ告知などあれば教えていただいてもいいですか。はい はい、はい、あのー、今年は関東大震災から100年ということで、はい、多くのメディアやあれいろんな媒体やいろんな学会がですね、うん、関東大震災に関するシンポジウムとかいろんな放送やってましたけど、はい、じゃあ来年101年目になったらじゃあ関東大震災の教訓を忘れていいんですかと言うとそうじゃないと思うんです、うんうん、やはり日々防災意識の定着を持つ過去の教訓を大事にしながらですね来るべき災害に、うん えー、来年もですね。うんえー、それ備えてほしいなと思いますね。はい、わかりました。えー、本日は学色大学にて防災教育研究センターのセンター長であり一般財団法人防災教育推進協会の常務理事、事務局長などを務めていらっしゃいます浜口勝久さんをゲストに防災人材育成の備えをテーマにお届けしました。浜口先生、このままで、ねはい、最後までお付き合いをお願いいたします。はいはい さて電池の和面知識を紹介しますなるほど電池式のコーナーです今日は乾電池の交換についての注意点についてです乾電池を交換する際は古いものと新しいものを混ぜないようすべて一緒に交換しましょう古い電池は生漏れを起こす可能性があり古い電池が混ざると電池全体のパワーが弱くなってしまいますまた使用する電池は同じメーカーの同じ製品を使ってください それぞれの電池の性能が違うと液漏れや破損の原因となることがありますなるほど電池式のコーナーでした日本気象協会公式天気サイト天気 JP から今週のお天気をお伝えします さあ今週は厳しい寒さ続きそうですね東京や横浜ではこの後一週間は日差しの出る日が続く予想となっていますただ気温の変化が先週と比べてぐっと大きくなります神奈川横浜の気温は週末は真冬並みの気温となってきそうです 最低気温は10度に届かない日が、金曜日、土曜日は金曜日8度、そして土曜日が最高気温9度ともに、真冬並みの寒さとなります。平年並か平年より低い厳しい寒さ、今週続きますので、皆さん、体調の管理、十分にお気を付けなさってください。 最新の天気情報は日本気象協会天気予報専門メディア天気 JP で確認できますぜひ日々のお天気チェックには日本気象協会天気 JP アプリウェブサイト活用してくださいねさあ今週のプレゼントです 今週は富士通アルカリ乾電池プレミアム S 単48個パックを抽選で5名の方にプレゼントします住所氏名電話番号番組の感想を明記してこちらまでメールでご応募くださいプレゼントトアッマーク FM-SALUS.JP メールの件名には富士通アルカリ乾電池プレゼント係と記載してください締め切りは12月24日メール到着分までですたくさんのご応募お待ちしています じゃここでメッセージの紹介します横浜市の女性の方ですこんにちはいつも番組を参考にさせてもらっています今年の冬は異様に暖かく感じています子どもの国のスケート場もスタートが延期になっているようですスキー場も雪不足で大変みたいですね 寒いのは苦手なのですが、こんなにも暖かい時になってしまいますということで、えー、メッセージいただきました。嬉しいメッセージありがとうございます。本当に、ね、先週まではもうかなり気温の高い日ねあの続いてしまったんですけれども、今週は。 ぐっと冷え込みます体調管理には十分気をつけていただきながら子どもの国のスケートリンクいよいよもう本日から営業を開始するそうですねいよいよスケートもね、楽しめる時期となってきましたさあまたメッセージぜひぜひお寄せくださいね ということで今日はですね、えー、ゲストには浜口和久先生に来ていただきました、えー、防災教育研究センターのセンター長、拓殖大学でね務められています。はい、そして、えー、防災教育推進協会のまあ常務理事、事務局長などもお務めになっているということで、今日はあの防災教育、はい、防災人材育成の、ね、テーマにいろいろお話を伺ってきたんですけれども浜口先生もね、はい、えっとご本ですねご紹介ね、はい、リスク 大国日本国防感染症災害と、ねうんはい、いうことでリスク大国日本の本もねこれすごく人気あります。 結構売れてます今い、ね、まだ,だに売れてますまに売れて,ま <laughs> 手にれてるということでえ、はいね、こちらの方の本もぜひ皆さんね、はいえー、書店でもアマゾンでもね、はいろんなところで手に取ってみていただければと思います、はい、マク先生本当に今日は貴重なお話ともありがとうございましたまたぜひ来てくださいね3回目も <laughs> よろしくお願いします <laughs> <laughs> さあそれではまた来週お会いしましょうこの時間のお,対お相手は木村千代子でしたこの番組は富士通電池のなじみ FDK の提供でお送りしました